はい、こんにちは、スーです。今回はこちら、ガロを使っていきたいと思います。ワンパンマンコラボの、黒メダル5枚で交換できる、交換枠になっております。まあ、黒メダル5枚って言ったら、二次メダル25枚分なので、だいぶ消費は多いんですが、はい、こんな感じの性能ですね。順番にね、見ていきたいと思います。まず、リーダースキル、ヒーロー狩り。悪魔タイプの HP が2倍、攻撃力は18倍、闇の3コンボ以上でダメージを半減3コンボ加算となっております。はい、変身なしで HP2 倍半減3コンボ加算リーダー、相当強い。その上このキャラクターね、スキルターンが2なので、76クリアチェンなんかも簡単にできます。まあ、黒メダル5個をね、無課金キャラと言っていいのか分かりませんが、交換キャラの中では本当に最強クラスかな。で、次に覚醒。スキルブーストプラススキル封印耐性、指が1秒、雲耐性50%以下、10C10C、喋ります。悪を執行する。超覚醒はこのようになっております。無交換2スキブプラス、50% 以下ですね。まあスキブプラスにして、スキブ4運用または、無交換2で 10C10C 無交換上限解放がいいのかなと思います。今回は無交換2で120レベル上限解放してあります。で、最後スキルですね、2ターンで、2ターンの間落ち込んなし、水ドロップが消せなくなる、ランダムで闇と回復ドロップを4個ずつ生成。はい、このスキルも強力ですね。単純に闇回復4個生成プラスこの水ドロップが消せなくなるっていうやつも、まあ、パーティー次第ではあるんですが、闇属性主体で使う場合には、擬似的なね、消せない回復スキルとしても捉えることができるので、これはなかなか強いんじゃないかなと思います。ということで今回ね、こちらガロを使っていこうと思うんですが、今回はこちら76リダチェンガローで、フレンド見かけで、76ガロー見かけでね、使っていきたいと思います。あのガチャ動画のね、コメントの方にガローと見かけ76番面でやってくださいみたいなコメントがあったんで、おそれ面白そうじゃんと思って、今回ねこんな感じのパーティー組んでみました。ではちょっとね、左から順番に紹介していきます。まず76枠ソフィーですね。継承はマーチの武器になってます。で、次に火のバルキリー。継承はこちら戦国のテニスラケットですね。本当は種属性闇で揃えたかったんだけど、まあ、バルキリーね、副属性でも 10C10C 無効換でそれなりに火力出るのと、やっぱりね、この潜在8枠が優秀ですね。耐性系つけながらスキル遅延耐性2個で、今回一応気候上に行こうと思ってるんで、初手に威嚇させたいってなると、こういう、なんだろう、8枠のキャラが必要なんだよね。で、今回はね、見かけ見かけではなくて、見かけ画廊というところで、軽減率が、8分の1なんだよね。見かけ見かけの場合は16分の1だから、その回復力を気にしなくても全然間に合うんだけど、まあガロー今回回復倍率ないので、一応ね、この辺の回復ドロップ強化もうまい感じに働いてくれるかなと思ってます。で、次にリダチェン枠ガローですね。継承ミヤーダの武器になってます。まあガローが雲耐性持ってるんで、この継承つけるだけで雲帯は 100% と。で、次にヒュンケル、光枠ですね。継承はリーチャの武器になってます。この武器が5ターンの間、属性吸収無効打ってくれるんで、ヒュンケルね、今回スキル遅延耐性ないんですけど、あの、吸収の階層入る前に、1個前のタイミングで打っていこうかなと思います。で、元スキルもね、操作時間とか回復力とか、エンハンス返せる上に、闇ドロップの生成もね、ついてるんで、ヒュンケルは、なかなか優秀。で、最後にマリクですね。継承はドクターストレンジの武器で十字と、毒耐性。一応今回の覚醒無効回復要因になってるんだけど、あの、本当はね、この枠伏黒恵みを採用したかったのよ。なんだけど、あいつね、悪魔タイプ持ってないんだわ。で、ガロウがね、これリーダースキルに悪魔タイプの縛りがあるので、まあ、HP 倍率2倍ぐらいだけだったら、まあ、最悪無視してもいいかなと思ったんだけど、攻撃倍率も18倍悪魔タイプにしか乗らなくなってるので、ちょっと今回は伏黒をね、不採用にしてあります。本当にね、パーティー組んでてそこだけがね、あの、懸念点と言いますか、あの、残念なポイントだったかな。伏黒に倍率が乗らないことだけがちょっとね、残念でしたね。で、今回フレンド枠の見かけにはこちら、ハドラーの武器で倍の耐性と、泥鏡ですね。はい、これで一応耐性はオール 100% となっております。はい、気持ちいいですね。ちょっと毒だけ120ですけど。で、今回バッチなんだけど、このパスパスバッチ3秒延長でいきたいと思います。ちなみにこれ、HP バッチにしてあげれば、実質耐久値が110万ぐらいまでいくので、ヘキサゼオンの半分のコードも耐えれる。なんだけど、そうした場合ね、76番面見かけルーレットある状況で、16秒パズルになるんですよね。まあ、16秒で十分だよっていう人は HP プラスでいいと思うんだけど、まあ、指には余裕あった方がいいかなということで、今回はこのパスパスバッチ、操作時間19秒でいきたいと思います。だいぶ余裕あります。まあ、片側ガローにしてる分ね、バッチでちょっと操作時間持っていこうかなという感じです。はい、ということで今回こちらのパーティーを使って、気候上の絶対者やっていきたいと思います。行きましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。まず1回ですね。とりあえずここはスキル遅延が2来るので、潜在8枠のこのスキル遅延耐性についてるバルキリーの戦国武器打っていきたいと思います。8枠って強いよな。で、毒目覚めはしっかりと弾いていきます。はい、 OK。 そうしましたら戦国の武器打っていきます。打ってあげて、とりあえずちょっと待って2ターン後かな。はい、待って
オッケー、溜まりました。じゃあここでこれ打っちゃいましょう。バーニングスノーリダチェンしてあげて、さらにこれですね、ストレンジの武器2ターンヘイストで見かけが溜まりますと。じゃあ見かけも打っちゃって、でまあ余裕があるのでちょっと待ちましょうか。うん、闇若干溜めるぐらいの感じの方がいいかな。あ、そうか、それで、そうかそうか、コモカさんそれで入るのか。オッケー、じゃあ行きましょうか。見かけがあと1なんで、まあそうっすね、抜けなくてもいいっていうか抜かない方がいいか。まあ抜けたら抜けたでちょっと殴っていきます。軽めにね、3分割ぐらいにしてあげて、まあ、これ以上は消さずに行きましょうか。このぐらいで一旦3分割、まあ、単体攻撃なんで全体入れてないんで残りそうな気するけどな。あ、いい感じですね。オッケー、じゃあ抜いていきましょう。どうしたらいいんだろう。十字とか L 字とか、まあ、無効貫通が多分一番火力は出るけど、一旦全体攻撃かませてみましょうか。マリックが多分 10C7C7C の十字なんで、で上限解放もあるんで結構火力出るんじゃないかな。さあ16コンボでマリックが26億ですね。まあ十分でしょう。はい、ということで抜けました。そう、このパーティーね、あのダース・ベイダーとかなんかあのたこ焼きが入ってないからそんなに火力が漏れない、まあ、もちろんねエンハンス打ったターンとかは多少上がるんだけど。さあ激減食らったんで、ここはバルキリーですかね。バルキリーを打っていきましょう。で回復力減少、アマージュの武器撃つ、まあちょっとやばくなったら撃てばいいか。まだいいか、とりあえずこのままいきましょう。じゃあ見かけ撃っていきます。見かけ撃ってあげて、よし、ここからはもう普段の見かけ、普段の見かけと同じように全体攻撃にしとくか。一応しときましょう。一応全体にしてあげて、はい、 OK。 L 字持ってるのはヒュンケルですね。ただこいつはまあ上限もないし 10C7C だけなんで、あの結構降ってくるなマジで。 OK、 半分いきましたと。でこれどうなんだろうな、やっぱ伏黒がいないのが結構パーティー構築するときにも思ったけどでかいな。伏黒恵みがいるだけでだいぶやっぱね回復力とかも上げれるから、あいつ攻撃だけじゃなくて強いんだよな。マリックがあと5、次の回数で使いたいんでちょっと単体攻撃にしてみました。ただ闇入ったから抜けちゃいそうだな。あ、抜けちゃいましたね。この次の回数マリック落ちたいので、うん、ちょっとスムーズに来すぎちゃってるな。一旦このソフィーのダメージ無効とかも使って耐えるか。あ、真ん中でいいや。真ん中を殴っとけば多分いい感じにいけますね。見かけの副属性が木なんで多分真ん中を殴っておけばターゲットしてあげて、まあただ目覚めがあるから打ってくる可能性は全然あるけどね。闇が全体とかで2ターンぐらい待ちたいな。あー、十字組むの忘れた。まあまあまあちょっと待ちます。十字組んだりして、うん、てか普通にあれだ、回復力も下がってるし、これ打ちますわ。これ打ってダメージ無効で一旦貯めましょう。で回復消せないからガローだな。ガローで、書き換え、前のターンに打つべきでしたね。そうしましたらこのターンダメージ無効なんで、まあ十字ですね、火とかでいいか。火の十字とかにしときましょう。はい、オッケー。こんなんでちょっと解除してあげて、よし、あと2なんでオッケー、いきましょう。全力ぶっぱでいきます。まあ闇ドロップあるうちは見かけ打たなくていいか。なくなった時に打ちましょう。一応全体にだけしてあげて、はい、オッケー、温存で。これでおそらく右だけ残って怒るはずなので、よし、オッケー。ちょっと久しぶりだからな俺この動画でやる感じ、なんかすげえ変な気分だわ。マジで久しぶりだな。あのここ最近ね、あんまりちょっと動画の頻度が、まあ、圧倒的に落ちたことに関しては、あれですね、越冬の生放送の序盤で話してるんで、よかったらそちらをご覧ください。いや本当にちょっとねすいませんでした。はい、ということで4回で、ここそうだね、マリク打って、ここ見かけでいいか。
はい、マリック打ってあげて、マリック打ってあげてからの見かけでいきましょう。まあ、一応闇が多いタイミングとかで止めとくか。はい、この辺りでいいね。ルーレット機械にもなって、では、飛ばしていきましょう。溜めたいスキルも特にないので、これはもうこの上のやつを全体攻撃そのまま残してあげて、下爆弾だけちょっとケアしてあげて、こんなんでいいかな。一応こんな感じで大丈夫だよね。怖いんだなマジで。そうで、越境チャレンジまだねクリアしてないんで、結局クリアできずに終わったんで、ワンパンマンのキャラを何か使って越境生放送かなんかでクリアしようかなと思ってるんですけど、ちょっとねガロと見かけてやろうかなとかも思ったんだけど、やっぱ伏黒が入んないのが結構パーティー構築きつかったから、あの埼玉かな、ちょっと今ね結構迷ってます。はい、何がいいかなと思って、まあ、なるべくなんかせっかくね結構時間もなんだろう、もうクリア、みんながクリアした後にやるわけだから、それなりに、お、なんかそのキャラ面白いじゃんみたいなキャラでやろうかなと思ってるんですけど、なかなか、はい、OK、 なかなかね迷ってますね。さあ攻撃力減少食らってるんで、まあ、真ん中のやつぐらいならいけるか。あ、それは多分いったな、それはいったな、これはいけますね。そうしましたら次の階層なんだけど、あの吸収来るんだけどスキル遅延も来るんで、ここでもうリーチェ打っちゃいます。ここでもうリーチェ打っちゃってからの、一応エンハンスもかけたいんで、ソフィーかな、ソフィーも打っちゃいます。これでいきましょう。では倒していきたいと思います。はい、繋がらないように気をつけていきましょう。ちょっとこっちの方にしとくか。はい、 OK、 こっち側に入れてあげて、まあ、一応闇ドロップちょっと増やし気味でいくか。はい、こんな感じでいいかな。多分エンハンスも入ってるし抜けると思うけど、オッケー、抜けましたね。はい、ということで6階、ここはねガロウかな、ここガロウ打って、次もし光のガチャドラが出た場合はバルキリーですね。ロック解除して見かけかな。はい、そうしましたらガロ打っていきましょう。打ってあげて、まあ一応こいつターゲットしとくか。で、見かけのルーレットがまだないんで、まあ闇は最低コスでいくか。闇は最低コス消していきましょう。あんまり贅沢せずにいきたいと思います。はい、こんな感じでいいかな。333でいきます。水あんまり降ってきてほしくないな。あ、オッケーオッケー。闇めっちゃ降ってきたな。一旦ちょっとこれ無効貫通でもしとくか。次どうせまたガロ打てるから、いやでも無効貫通分はないな、十字かな、闇十字でも組んでおきましょう。それで軽く出していきます。ああそういう感じか。はい、こんな感じですかね。回復もできるな。はい、オッケー、こんな感じで闇ワンセット残せたな。ちょっと欲張ったわ。まあ、まだ目覚め効いてるんで多分大丈夫。はい、オッケーですね。あ、闇結構ありますね。そしたらまあガローでいいかな。ガロー打って突破しちゃいましょう。いきます。ガロー打ってあげて、これで組んでいきたいと思います。いや抜けるかな、結構際どい気がするこれ。いや17億か、あ全然いけたわ。あれか、いやそんなこともねえな。誰だ、ガロウか。あ、来ましたね、こいつですね。ここ死んじゃうので、バルキリーシールでロック解除して、いや待って、ロック解除さ、ちょっと待ってな。あー大丈夫だった、見かけは持ってないよね。 OK、 じゃあ見かけ打ってこれでいきましょう。一瞬見かけがロック解除持ってるかと思って焦ったわ。はい、 OK、 めちゃくちゃいいなこれ。一生闇ドロップ取り出せるわ。これすごいな。ちょっとこれさ、無効貫通しちゃおうかな。待って、やばい、クソ投げ全部闇にできるぞこれ。ちょっと待って、闇作りすぎた、こんないらねえ、こんないらねえわ。ちょっと闇作りすぎたな、完全に、完全にやりすぎたわ。ここまではいらねえな。はい、 OK、 いややりすぎたわ。はい、これで
まあ、どうせコンツル止まるんだけど、いやいいですね、いい火力だ。ただこれでも37億か、これ40いかないのか。やっぱあれだな、たこ焼きとかエンハンスがないときついな。耐えますと。じゃあ抜いていきましょう。いや今ので抜けないってなると結構ね、カンストの絵を取るのが厳しくなってくる気がする。今の時代にこの火力はちょっとあれかもしれない。俺のパーティー構築がやっぱり良くないかもしれない。はい、オッケー、こんな感じで抜いてあげて、できれば見える場がいい。まあ、パールバーティーが来たらもうこのソフィーをね、なんとか頑張ってうまいこと使って倒してやろうかなと思ってますが、まあ、最後マリックとかでもいけるね。あー、そっち来るか、だるいなこいつマジで。パールだるいんだよな。まあ頑張っていきましょう。とりあえずソフィー打ちます。ソフィー打ってあげて、一旦待ったらヒュンケルもこれ回復力上昇スキルなんで、ヒュンケルが溜まるのを待ってから行きたい。なんでここはちょっと待ちます。はい、少しね、2ターンほど待たせてもらいます。はい、はい、ということでパワーレバティ半分切りましたと。この上から行ってもよかったんだけど、ちょっと削り切れるか心配だったんで、よし、そうしましたら、見影撃っていきますか。見影ヒュンケルですかね。ガローは、あ、ガロー撃てる。ああ、そうか、闇は作れないんだね。そうか、そうか、他の効果があるからいけるのか。じゃあ、ヒュンケル撃って見影でいきましょう。ヒュンケル撃ってあげて、はい、オッケー、見影撃ってあげて、これで無効貫通したら抜けるかな。多分大丈夫だとは思うけど、ちょっと不安。いけるか、さすがに。いきましょう。さすがにいけると思うんですけど、どうでしょうか。はい、もらって、ヒドロップ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 もらって、ここまでいけばいけるんじゃないか。さすがにこれで抜けなかったら、まあ俺のちょっと計算が甘かったですね。多分大丈夫だと思うけど、どうだ、さすがに、あ、オッケー、42億。さすがにいけましたね。オッケーオッケー。さあ、もうここさえ乗り越えてしまえば、9回。多分もういけるはず。はい、オッケー。アンドロメダは100億か。さすがにワンパンでいけるかな。さすがにいけると思うので、ワンパンで。これワンパンできなかったら、ちょっとさすがに、あれだ、弱いわ。一応4分割ぐらいしておきますか。はい、こんなもんでいいですかね。これぐらいで。さすがに4分割あったらワンパンいけるはず。100億ぐらい出てもらわないと困る。よしよしよし、さすがにいけますね。ちょっと心配しすぎました。はい、ということで10回。バルディン、すでに76番面と。じゃあここはマリクですね、打っていきましょう。マリクで、覚醒無効状態解除してあげて、これで削っていきます。まあここは全力でいいよな。これはさすがに全力で良さそう。まあ単体攻撃で無効貫通はなしでいきますか。正方形なしの全力で、次すごいでかい攻撃をするかもしれないので、ちょっと闇ドロップは温存気味にいきますか。こんな感じで。これで半分ぐらいまでいければ、次無効貫込みで全力ぶっぱとかでもいいし。どうだ、ちょ待って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 。えそんな、えそんな火力低い、ちょっと待ってな。もう一回行くわ。ちょっと今のはびっくりでしょ。ちょっと待ってな。そんなに火力ない、うちのパーティー。ちょっと焦ってパズルやばいわ。あ、オッケー、次4分割ありますね。落ち込ん、いや、こうだな。4分割しました。ビビるぐらい削れんかったわ。まあ、10億防御あるんで、こいつ。いけ！あー！全然削れなくて草。ちょっと待って。火力低いな。まあ、とりあえず見かけ打って、もうちょっとたこ焼きかなんか盛るべきだったかもな。ちょっと、体勢の方に寄せすぎた感あるな。もうちょっと火力が出る構築に仕上げた方が多分強いっすね。完全にこれは俺のミスですわ。
ちょっと待ってな、外でさ救急車が出てんのよ。はい、オッケー、ここまで行けばいけるでしょ。ただこれ逆に発狂踏んだり進化大丈夫か。いや大丈夫か、ちょっと怖いぞ。やばいやばいやばい、ちょっと待って、あ、まずい気がする。いや、あ、全然いかねえわ、全然いかねえわ、びっくりしてる。全然いかない、全然いかないわ。じゃあ OK、 ここでじゃあもう無効貫通して倒しちゃいましょうかね。はい、無効貫通でいきましょう。これ打ってあげて正方形組んでいきます。まあ正方形を組めばさすがにねいけるんじゃないでしょうか。はい、 OK、 あとはこれで組んでいきましょう。ああ間に合わんかった。てかそこに回復置いても落ちねえ。どうだ、足りると思います、さすがに。よし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 、 OK、 抜けました。でグレモリー、イルム、グランディス、イルム、ちょっと待ってな、これさルーレットがさあ、 OKOK、 じゃあそうしましたらイルムは一旦軽く削ろうかな。まあ光だからワンパンしたいところではあるんですが、一旦ちょっと一旦ちょっとこのぐらいにしとくわ。これぐらいで一旦様子見。はい、このぐらいにしとこう。無効貫通とかできればね多分ワンパンでいけるんだろうけど、ちょっと怖いんで軽く削ってあげて。おお、微妙なところで止まった。もうちょっと手前で止まってほしかったな、だったら。じゃあまああと一旦で見かけたまるんで、もう一旦待ってから行きましょうか。闇取り出してあげて、闇にしてあげて、で、あと回復ですね。回復ドロップ一応4消し。4消しにしなくても回復足りるかもわからんけど、一応ね。はい、こんな感じで。水。こんなんでいいかな。これで一旦待ちます。で、次で倒します。大丈夫かこれ。いやー、オッケー、それはオッケー、それはそれで大丈夫、オッケー。怖、マジで。これがあるから怖いんだよな。さあ、12回。ヘンリルビズ。これは2パンで行くのか、待つのかだな。見かけパーティーに2パンが可能なのか。エンハンスあるからな。いけるんじゃねえか。ちょっと、行ってみるか。一回挑戦していい？ここで最大火力ぶちかますわ。ここで、見かけ打って、ソフィー打って、もう芝金回します。はい。よしよしよし。見かけ打ってあげて、ソフィーまで打ってあげて、これで、ぶちのめします。無効貫通も組みます。勝ったわ、これ。これが多分今回の動画の最大火力になるかなと、私は思います。はい。残りはね、これ、迷っちゃいますね。ほっ、あー、ダメか。ちょっと待ってな、ほっ回復までいきます。はい、 OK、 これでどのくらい削れるかなのよ。いきます。まあワンパンは無理なんだけど、300億だから実質50パン半減あるせいで、元の HP は150億ね、こいつ。さあどこまでいく、これでだいぶいってるよ。おー、 OK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  なんだが、 OK なんだが、ここから削り切れるかどうかと言われると結構微妙なラインではある。100億ちょっと出ればいけるんだけど、なかなか怪しい。まあでも一旦待ってあげた方がいいような気はするけどな。ちょっと抜くのはさすがに怖い。ヒュンケルとかまで打てばいけそうな気はするけど、まあ最悪の欠損の時のことを考えてヒュンケルはまだ打ちたくないので。いやでも待てよ、これはもう抜きに行きます。ヒュンケル打っていくわ。これで正方形組んで抜きに行きます。その方が多分確実。じゃあ行きたいと思います。操作時間もうクソ投げ。操作時間クソ投げ。はい、OK。ちょっと待って、これ。やばいっすね。全部これ闇にするわ、この光。はい、並んでください。はい、OK。あとはもうちょっと順番にね、行きます。はい、順番に並んでください。ほっ
いやー俺のこの回復火にしたいなー。まあしゃあない、頼んだよ、抜けくれよ。さすがに痛いだろ、これ抜けなかったらちょっともう本当にすごいわ。何が、頼んだよ。よしよし、さすがにね、さすがに抜けました。はい、次ゴルケイオスの階層ですね、13階。ゴルフェイス、闇吸収だるいなマジで。闇吸収がだいぶだるいですが、あと5ターンでこの威嚇がたまるのでギリギリ耐えかな、はい、ギリギリ耐えですね。じゃあとりあえずここはね、5ターン待って威嚇ぶっ刺していくのでとりあえず待ちます。はい、ということであと1になったんで突破していこうかなと思います。では組んでいきましょう。次の龍雲祭巨山祭を、まあ無効貫通普通に抜くか。ちょっとここのあの覚醒無効解除のタイミングで、覚醒無効されたタイミングで愛想使っちゃったので魔力ですね。まあ龍雲祭巨山祭は普通に正方形でいこうかなと思います。一個怖いのが、あいつらルーレットを単発してくる行動があるから、そのタイミングで何だろう、見かけの何だろう、ルーレット3ターンのやつを消されて何も生成がないみたいなことになるのが一番怖い。まあなんでできれば2、3発でもう倒しきりたいね。で落ち込んなしされたから見かけ打ってあげてガローまで行きましょう。ガローまで行きます。はい、オッケー。これでちょっと一発かますわ。で最悪次なんかやられても、まあヒュンケルとかあるしね。行きます。正方形組んであげて、これ一発で半分まで行くってことはなかなかないような気はするけど、どうでしょうね。それ行っちゃうとあのまだ消せない回復のスキルがガローだけしかないんで、今回のパーティーちょっとだるいけど、まあまあまあ一旦こんなんで殴ってみましょうか。闇ちょっと温存しときました。これでどのぐらいまで減るかだな。あ、全然減らねえわ。ちょっと地道にやっていきます。全然減らねえ。闇もらって闇もらって、まあ19秒あるんでね、19秒だからできたこと。よし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 、19秒あるとは言ってもだな、あんまりチンタラしたパズルしてると普通に間に合わずに死ぬ。はい、こんな感じでいいかな。これでおそらく半分まではいけるんじゃないか。こいつは水消せないんだっけ。これ一生俺水消せねえじゃん、これ。ちょっと待って、一生水消せないんだけど。一生消せねえじゃねえか。まあでもガロを撃つしかないわな。ガロを撃ってあげましょう。撃って2ターンに減らします。でまあソフィーでいいか。ソフィー撃ちましょう。で正方形でいきます。エンハンスかかってるし、ワンチャンこのターンでいけたりしないか。さすがに、さすがに無理か。とりあえず正方形最優先で組んであげて、でここからだな問題は。ちょっと水ドロップもね、こんなんいらねえからな、変えとくか。ちょっと水ドロップ多すぎるんだよな。あ、待って、あっちやってるわ。気づいた、危ねえ、死ぬとこだった。完全に危なかった、マジで危なかった今の。水こんなんいらねえんだよな。はい、こんな感じでどうでしょうか。やっぱ指が長いって素晴らしいですね。さあ16コンボでエンハンス込みです。40力出てます。ただ抜けないと。 OK、 じゃあ抜いていきましょう。さすがにいける。これはちょっと正方形組めないですけど、多分この HP だったら正方形組まなくてもこのパーティーそんなにガンガンしそうな火力もないので抜けるんじゃないかな。抜けそうな気がする。15億でしょ、多分出ないキャラの方が多いんじゃないか。15億ただの3分割じゃ。あ、いけましたね。はい、ということで抜けました。よし、あとはヘキサゼオンに気をつけるだけ。一個だけ怖いのが、全ロックしてくるタイミングあるじゃん。あそこでしっかりとロック解除のスキル温存しとくか、闇ドロップを温存しとく必要がありますね。それぐらいかな。OK、じゃあ削っていきます。見かけも打っちゃっていいかな。見かけも打っていきましょう。もうゴリゴリでいきます。もう正方形でいきましょう。これはやれるときにやっときましょう。一応ちょっと気持ち程度にやっときましょうか。こんな感じで、こんな感じで、はい、こんな感じですかね。回復力も結構余裕ありますね。4消ししてないけど。
よし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 、ちょっとこんな感じで削っていきます。はい、ということでラストのね、奇跡破壊することに成功しました。ちょっとね、闇ドロップ温存したので、全ロック来ますが大丈夫ですと。今回のパーティーが一応ちょっとね、パズパズバッチにしちゃってせいで半分の攻撃耐えれないんで、しっかりとそこでバルキリーシエルを打っていきたい。それさえできればおそらく負けない。じゃあ、組んでいきましょう。光のうちにできるだけ削っておきたいですね。ヒュンケルが L 字持ってるんで、一応光のあれを組みましょうか。 L 字をこんな感じにしよっか。こんなもんでいいかな。はい、 OK。 闇ドロップ一応温存で消してもよかったかな。いいね、巨残祭が出たのに落ち込んがあるっていう、これだけでも嬉しい。まあまあまあ、闇属性なんでそれなりに削れますね。どんどん削っていきましょう。回復の4消しを最優先でいくか。回復の4消し優先で、よし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 。はい、こんなもんすかね。あとはここが水に水に、はい、なった。 OK、 よし、これで闇3分割に、回復4消しフルコンボ。やっぱ火力がちょっとな、このパーティー。オッケーオッケーオッケー。もう一回ちょっと弱めのジャブ打って次で突破かな。このターンちょっと弱めに殴ってあげて、まあ、闇三分割だけとかだけじゃねえな、それなりに消した方がいいか。なるべく泥鏡をあんまり入れない感じで。やばい、それはまずい、それは非常にまずい。待って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 、マジで止まって、マジで止まって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 。オッケー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 。怖っ、マジでやったわ、危なかったわ、焦ったわ、マジで。オッケーオッケー。じゃあバルキリー打っていきましょう。怖っ。ではバルキリーシエルで激減打ってあげて、よし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 。いやマジで焦ったわ。これで突破していきます。正方形組んじゃおうか、操作時間も長いし。よーし、では組んでいきたいと思います。いやマジで焦ったわ、全然組むつもりなかったんだけど、ちょっとルーレットでうまいこと言っちゃいましたね。あれがあるからな、気をつけないといけない。回復一応しとくか。まあ多分激減張ってるんで全然耐えれるは耐えれるけど、まあ、一応ね、一応回復ドロップも消しておきましょう。でまあせっかくなんで闇ドロップもうちょい行こうか。いけるだけ行ってあげて、こんな感じかな。水になったら離します。はい、 OK。 よし、これでまあ間違いなく半分は切りますと。これは多分2割ぐらい、200億ぐらいいくんじゃないかな。削れると思う、普通に。よし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 、十分十分。消せなくなった。オッケー、耐える。よし、そうしましたら、これガローで、書き換えてあげて。ちょっと水ドロップ多いな。まあまあまあ、大丈夫か。残り発狂食らわないようにだけ気をつけて削っていきます。はい、オッケー。ほっ、あー間に合わなかった。まあしゃあないしゃあない、十分十分。だいぶ欲張った、5分割。さあ17コンボ。オッケーオッケーオッケー。水によった、こっから2発かな。うん、こっから2発ですね。次フンケルも溜まるから、じゃあとりあえずここのターン軽めに殴ってあげて、次ドクターストレンジのヘイストもあるので決めちゃいましょう。おお、ちょっとやばいやばい、ずれてるずれてる。よしよしよし、このターンはとりあえず耐えれればまあそれでいいかな。はい、 OK。 こんな感じでこれでちょびっと削ってあげて、次のターンで決めます。まあ、安定感はそれなりにあるけど、見かけはやっぱりあれっすね、あの時間がかかりますね、操作時間も長いし。よし、じゃあ決めに行きます。じゃあまずヒュンケルだな。ヒュンケル打って、ソフィーも打って、でこのスティーブン・ストレンジヘイストして御影まで行こう。御影まで打って、ガローはもういいかな、打たなくて。これで行くわ。操作時間もうバカみたいに長いんで、はい、 OK。 もう全部光ドロップは闇に変えます。はい、 OK。 そしたらこの辺に正方形組んであげて、残りだな、どうしような。まあ、操作時間はめっちゃ長いから、落ち着いていこう。これは落ち着いていけば大丈夫。ここじゃあ、こうしようか。こうして、
こうしてこうかな。はい、全消しですね。オッケー。まあでも落としとかにしといた方が落ち込む確率上がるかな。はい、オッケー、これでいきましょう。綺麗だね。38秒だからね。はい、オッケー、42億。ということでヘキサゼオン撃破で、気候上の絶対者クリアでございます。はい、いかがだったでしょうか。まあちょっとね、火力に関しては俺のパーティー構築があんまりたこ焼きとか漏れてなくて若干低かったかなっていうのはありますが、まあそれでもね、ガーラは普通に42億出せる場面もありましたし、変身キャラじゃないのに実質 HP4 倍でコンボ加算まで持ってると、スキルターンもね軽くてリダチェンなんかも全然できるので、見かけを持ってなかったり、見かけをね76番面でリダチェンで運用したいよっていう方は交換してみるのもね、いいかもしれません。はい、ということでね、皆さんここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもね残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。